前9時を過ぎました。道警の捜査員が次々と JR の中に入っていきます。すすきの西四丁目間にたぬき麹前停留所が新設され、市電はルート化した。北海道新幹線の新函館北斗と新青森を結ぶ 148.8 キロが開業。おそらくね、札幌から函館の方に向かって伸ばせばね、だいぶ違ったと思うんですよね。新函館から東京まで4時間2分で結ぶ。開業効果で函館市を訪れた観光客数は16年で過去最高の560万人に達した。2030年には札幌まで延伸される予定だ。はい、ということで、はい、やはり最後のね、胆振東部地震の影響についてはまだ気になるところですが、はい、どうでしょうか、この10年間振り返って記憶に残るニュースありましたか？やはり災害がね、多かったなと思いますよね。でこれから新しい時代を迎えるにあたってもやっぱりこの防災っていうのはね、一つ大きなやっぱりテーマになってくるなって気がしますね。先生はいかがでしたか？私はやっぱりその地震がね、つい最近の出来事だったんで、印象としては強いですね。それでその今おっしゃった防災、それからエネルギー問題ですよね。でこのことをやっぱりちょっと道民全体で考えていかなきゃいけないと思いますよね。そうですね、まさにその VTR にもありましたけれども、地震の被害もありましたし、ブラックアウトの影響も大きかったですよね。その一箇所をね、ダメになったからって、道内全部が停電するなんていうのは、ちょっと想像もしてなかったですけどね。そうですね、本当にそうですね。備えも足りてなかったんだなって今一度考えさせられる出来事でしたね。はい、さあ番組ではシリーズ復興ってなんだと題しまして、この地震からの復興とは何かについて考えてきました。いろいろと復興は進んでいますが、依然として地震の影響は残っています。今回は江別の酪農家と番組でも取り上げた厚真の米農家のその後を追いました。今ちょうどこういう形でですね、牛がいるんですけども、弊社の場合にはですね、自動搾乳ロボットという形で無人の状態で絞られて帰っていくと。江別で410頭の牛を飼育する酪農法人カーム角山。胆振東部地震によるブラックアウトで経営は大きな打撃を受けた。完全に電気の供給がストップしてしまいましたので、通常24時間絞られているものが8時間一切搾乳ができなかったと。数頭の牛が乳房に炎症を患う乳房炎を発症した。さらに出荷先の工場も停電でストップ。廃棄を余儀なくされ、被害総額は800万円近くに上った。あれから3ヶ月、乳房炎を患った牛も回復し、生産量も地震前の水準に戻った。震災当初、搾乳と牛乳を冷やすというところにしか電力を供給してませんでした。これをこの敷地内すべての、電力を供給できるというシステムに変更する必要があるだろう。今回の地震では、備えていた自家発電機1機では足りず、今後増設を計画。しかも農場内で電力を生み出すバイオ発電への切り替え。弊社バイオガスプラントという形で牛の糞尿で電気を起こしています。その糞尿で起こしている電気を非常時に非常用電源として使えるように、年明けには工事に入りたいなというふうに考えています。この番組で以前取材した厚真町の米農家佐藤康夫さん、地震で隣に住んでいたいとこの正義さんを亡くした。
お通夜から行ってきて泣いてばっか。そうだよね。自宅や田んぼも大きな被害を受けた。仮設で暮らしながらわずかに難を逃れた酒米を収穫。でせっかく1年かけて育てた稲ですから。先月、酒造りの仲間が佐藤さんと同じく被災した山本さんの2人を励ます会を開いてくれた。何かお役に立てればと思いますので。どっから手つけたの？俺とかまだな、機械な僕が残ってるからまだいいけど、山本君とかも全部なくしちゃってるから。そうですよね、うん、お互い。地震で途絶えかけた酒米作り、お願いします。仲間の支えが後押しする。また今回このようなご支援をいただきまして心から感謝申し上げます。まあ、これを励みにですね、私どもも2人ではいますけれども、再建をいたしてさらに19回20回と酒米を納めさせていただきたいねと思っております。今月小樽の酒蔵で清酒備前が完成した。佐藤さんの酒米水星を使ったお酒。去年と味は変わらないけど気持ちは全然去年と今年は違います。思い入れがないことですね。特別ね。特別だよ。よくここまでなってくれたなと思います。来年は亡くなったいとこの正義さんの水田も引き受けるかもしれない。苗を育てるハウスの多くを失いながらも前を向く。まあ、みんな同じ境遇にあって被災して、まあ、今回いろんな方々から支援や協力をいただいて来年に向けてみんな頑張るべという声をかけ合って今動いてますから。いや本当に北海道の皆さんのどんな状況であってもどんなことがあっても前を向いて立ち上がり進んでいくその姿、僕もめちゃくちゃ勉強になりました。これだけ素晴らしい皆さんですから来年も素晴らしい年になると思います。本当に皆さん学ぶことたくさんでございました。今日はお付き合いいただきありがとうございました。はい、ということでざっと30年間を振り返ってみましたが、うん、改めまして、うん、平成はいかがでしたか？なんかこう前に進んでるのか、うん、退化してるのかちょっと分からなくなるような、うん、なんかこう、うん、どうなんですかね、うん、この JR 北海道の話もありますし ね、うん、この電力の話もありますし、うん、どうなんでしょう。うん、まあ退化してるとは思いたくないですよね。ちょうど私大学院の途中ぐらいから今まで平成30年間ずっと生きてきて、でもやっぱり少し良くなってるところもあると思うんですよね。でそれはそうだな、その経済格差が広がったとかね、そういうようなことはあるのかもしれないけど、それでもやっぱり人間として少し知恵を増しているような気がするんで、そうだな、これが次の時代にね、次の元号にうまく引き継がれていくといいなって思いますけどもね。そうですね、うん、いや次の時代っていうことを考えますとね、うん、本当もういよいよ我々の時代に、ね、なってくるわけですけども、はい、何かこれから新しい時代を迎えられるので、この今の若い世代にですね、うん、先生から若い世代にこれからの新しい北海道を作っていく新しい北海道、やっぱりですね、その目先のことっていうのはいっぱいあると思いますし、目先のことをよくしていくことも大事なんだけども、もう一つやっぱり少し長期的な視点、20年30年後に北海道が本当に良くなるために今できることは何なのか、それは教育の問題なのかもしれないし、社会資本をもう一回整備することなのかもしれないけれども、そういったその長期的な視点を入れてですね、ものを考えるっていうことをぜひ若い方にはお願いしたいと思いますけどもね。近い未来ですが、知事選もね、控えていますから、そういった意味でもしっかりとね。そう見ますと、やっぱりこう、うん、改めて振り返ると、つながってますね。うん、はい、そうですね。本当、だから、これ、今度の4月ですか、うん、大きな大転換点になりますね。はい、そうですね。はい、
連合も変わりますから、うん、新たなスタートを切る年になると思います、はい、ね、私たち番組もそのまた新しい一歩をお伝えしていけたらいいなと思っております、うん、はい、お二方今日はありがとうございました。ありがとうございました。ということで今年の経済ナビの放送は今日が最後です。次回は来年1月12日土曜日午前11時から放送します。ご覧の皆さん1年間ありがとうございました。それでは良いお年をお迎えください。